さあ2009年度、追試験の評論文に行きましょう。防線部 B、 現代の科学技術文明の非伝統的な性格は現象の中で解消されるものではなく、その本質に属するものだとみなすことができる。さあこれどういう意味でしょうか、ね。言ってることはね、なかなか硬いんですが、さあ実はこれね、センター試験よくやります。これ防線部が実は文の途中から引いてあるんです。ここ文の終わりはここで、文の最初はここだよな。さあこれちょっとまとめましょう。よいしょ。防線部だけじゃなくて、その一文と段落を観察分析しましょう、ね。文の途中だけ見てもしょうがないので、まずは一つの文章をしっかり見ると、全体を見ると、ね。これね、線が引いてあるのと引いてないのではやっぱりここに行く意識のあれが違うらしいですね。だからしっかりとね、文の途中から線が引いてあったら一文をしっかり見ると。でその中で指示語が入ってないか、ね、接続の言葉はないだろうか、で防線部の言葉はどういう意味だろうか考えましょう。すると実はこれ、つまりっていうのが実はあるんです。ここつまりというのは、当然ね、つまりというのは、さあ、ちょっと線いきましょう。つまりというのは、A、つまりすなわち B。ね、これ、つまりすなわちというのは、A イコール B のことだ。詳しく言い換えたらって意味ですよ。なので、じゃあ、詳しく言い換えたら、防線部 B なんだと言ってます。すると、じゃあ、A に当たるところは、じゃあ、ここでしょう、ね。科学技術はここからだな。ここです。ね、なので、ここでまとめたのがあります。さあ、これですね。つまりの前に何て書いてありましたか。科学技術はその普及がどれほど深く進行しても、その地域の文化伝統との緊張関係を失うことはない。それが防線部 B の意味なんだということです。なので、科学技術がどれだけね、進行、要するにどれだけ普及したとしても、その普及した地域の、伝統的な文化との緊張関係は失わないということです。緊張関係っていうのは、要するに一触即発の状態だよね、仲良しの状態じゃないよ、反対だよね、なのでその内容が答えなんですよ、ね。なので実はまあ3番、ね、これが実は正解なんです、ね。現代の科学技術文明は地域の文化伝統との間にいかなる接触があろうとも、伝統とは相入れない、ね、仲良くなれない存在であるということです。でね、さらにもう一個ポイントがあって、ここには実は、ね、テモというのがあります。このテモというのもよく問題になるのでちょっと確認しておきましょう。ここね、たとえなんとかとも、たとえなんとかとしても、たとえなんとかテモ、これのことです、ね。まあ、逆説仮定条件なんて言ったりしますが、ね、漢文ではなんとかといえどもってやつですよ。これは、ね、もしなんとかならばという普通の仮定と違うことに注意してください、ね。これよく選択肢引っ掛けがあります。ちょっと例文見てみましょう。もし何々ならばというのは、例えばね、もし明日雨が降ったならば体育祭は中止ですって言いますよね。しかしこっちね、たとえ明日雨が降ったとしても体育祭は開催するって、逆になるんだよ。だからこの仮定と逆説の仮定、これ使い方違うから気をつけてね。なので今の選択肢を見てみると、こことこっち、実はそれぞれ選択肢のね、部分でたとえなんとかともになっている選択肢が実は3しかないんです。これね、まあこういう着目点もあります、ね。なので、まあそれよりこっちの方が簡単かもしれないね。まあ今日は2つポイントがありました、ね。A つまり B とね、A と B はイコールだから、これどういう意味ですかって言ったらここに書いてあった、ね。でもう一個は、たとえなんとかともというふうにあるので、それはこの一つしかないよと、ね、そういう問題でした。